TLX は、ホンダ技研工業が生産し、アキュラブランドで販売するセダン型の乗用車である。トルコリラ及び TSX の統合後継車種。2014年の北米国際オートショーにて、TLX プロトタイプが発表され、量産モデルは2014年4月に開催されたニューヨークオートショーで発表された。2014年8月より、アメリカでの販売を開始した。 生産は、オハイオ州メアリーズビルで行われている。開発テーマは、レッドカーペットアスリートで、スポーツセダンとしての性能とラグジュアリーセダンとしての、洗練さを融合したユニークなデザインを目指している。ボディサイズは、TSX とトルコリラの中間で、ホイールベースはトルコリラと同じものの、前後のオーバーハングを短縮し、全長はトルコリラよりも9.3センチメートル短くなり、 より、スポーツとなっている。全高は0.2イン、全幅は1インヘェル全面面積が小さくなることで、セリチはトルコリラよりも15%向上している。室内容量は、先代トルコリラの 98.2cu フィートから 93.3cu フィートになったものの、タンダムディスタンスは先代道等を維持している。デザインではダイナミックに造形された、フェンダーアーチやキャラクターライン、 フードデザインによりスポーティさを演出。アキュラのアイコンである、ジュエル ILED ヘッドライトを標準装備する。インテリアでは、センターコンソールには8インチの上部の、インフォメーションスクリーンと下部の7インチのオンデマンド、マルチ、ユーズディスプレイを持つ。グレードは大きく以下の3つに分けられ、さらにオプションで、テクノロジーパッケージを用意、V6 モデルではさらに、 アドバンスパッケージが選択できる。ボディはねじり合成はトルコリラより21%向上。ボディの52%を高張力鋼板とし、ドア開口部のワンピーススティフナーリングやボディの5%には、アルセロールミッタルの ALSI メッキのホットスタンプボロンコをザバーを採用する。前後バンパービームやサブフレーム、フードにはアルミニウム合金を使用。さらに、 マグネシウムハンガービームを採用する。フロントサブフレームは2013年アコードに続いて摩擦角半接合を応用したアルメ合金とスチールのハイブリッドフレームを採用する。前後、サブフレームとも仙台より室内に伝わる振動ノイズの大幅低減を図った。リアホイールアーチ部ではアウターパネルとインナーパネルの接合にロールヘミング加工を採用。 スポット溶接部をなくしスムーズな外観になり、タイヤとフェンダー隙間も減ることで空力も向上した。タイヤは 225mm 幅と仙台の 245mm からなろう化し走行抵抗を低減した。ダンパーにはサスペンションには最近のホンダアキュラ社でよく使用される深幅間大型ダンパーを採用する。パーキングブレーキは全モデル電子式となる。 FF モデルには RLX に次いで後輪の透過度を左右、独立制御する PAWS を搭載する。PAWS、SH、オードモデルともに、ベッサを利用しコーナリング中のパフォーマンスを向上させるアクティブブレーキ機能である a h a を搭載する。b o s ュの6ピストンブレーキモジュレーターを採用し、ベッサのアクティブブレーキ制御をより高速化している。 ドライビングモードを切り替える IDS を標準搭載、MID のメニューより、コン、ノーマル、スポーツ、スポーツの4つを選択できる。2.4リットル自家4発足 DCD2.4 リットル I、ビテック直噴エンジンは、206HP、6800rpm、182ポンドフィート、4500rpm を発生。 2013年北米アコードに搭載されたエンジンと比べガソリンが廃屋仕様となることもあり圧縮比が11.1から11.6となり出力が向上しているトランスミッションは新開発の発足 DCT で世界初トルクコンバーターを組み合わせるトルコンを採用することでデュアルクラッチの発進時の激尺感が減り さらに DCT 単独と比較し60フィート加速で1.4秒速くなった。5速 AT 比較で1速を、ローレシオ、を、8速を、ハイレシオを化し、スポーティな走りと低燃費を実現、15%の動力性能向上と8%の燃費向上を果たしている。デュアルクラッチは、湿式油圧式のシングル構造で、同軸上に並べず奇数クラッチと、 偶数クラッチを別軸に配置、クラッチとつながるインナーシャフトとギア弾選択のシフト機構を配したアウターシャフトによる二重間構造を取ることで、全長、重量ともに従来の固速 AT 並みに抑えている。クラッチは小型化することで、完成を低減し素早い変速を可能にしている。クラッチにはツイントーションダンパーを採用し、 低感性によるロックアップクラッチ締結時の回転変動、ハウチ音を低減している。シフト機構は MT 構造をベースにリニアソレノイドを用いた油圧サーボピストンにて行う。3.5リットル V6 急速 AT3.5 リットル直噴エンジンは MDX 同様 290HP 6200rpm 267ポンドフィート 4500rpm を発生。 s h オードモデルでは新たにアイドリングストップに対応した。組み合わされる急速 AT は、ZF 社の QHP 優勢歯車式 AT を採用する。ギアセレクターは電子スイッチ式となる。s h オード s h オードは新型となり、従来の電磁クラッチ式から油圧式とすることで、システム重量を25%軽量化した。一つの電動モーターが、 ペアの油圧ポンプを駆動、液晶がリニアソレノイドバルブをコントロールし、左右のクラッチパックを制御するシステムとなっている。動力性能でもリアのオーバードライブは、従来の常時1.7%から2.7%に増加、よりトルクベクタリングの効果を高めた。通常クルージング時は従来は70、30の前後動力配分を90、10としている。 オプションパッケージとして、テクノロジーパッケージと V6 モデルのみに、アドバンスパッケージが用意される。テクノロジーパッケージは、3D ビュー搭載アキュラナビゲーションイヤジュースピーカー、アキュラ、イーレススタオプレミアムオーディオシステム、次世代、アキュラリンクなどを装備。安全装備では、FCW, Lucos, LDW, BSI, リアクロストラフィックモニターを、アキュラ初搭載。 フロントガラス上部の単眼カメラを使用して、車線やキャッツアイなどのオブジェクトを探索、車線を逸脱していると判断した場合警告音と MID への情報表示を行い、場合によっては、ルコスを使用したハンドルアシストや別車によるブレーキ操作を行い、車線逸脱の抑制を行う。リモートエンジンスタート機能もアキュラ発搭載。さらに、 低速速追従機能付き ACC、CMBSE プリテンショナー、フロントリアパーキングセンサーや LED フォグライト、LED パドルライトなどが用意される。ありがとうございます。